アコ、おかえり。おかえりじゃないよ、着替えもしてないじゃん。本当に大丈夫？アコ、風がうつるからあんまり近寄らない方がいいよ。そんなわけいかないよ。とりあえず服着替えよ。アコがパジャマ出してあげるから。パジャマパジャマあった。アコ、お薬買ってきたからお水と一緒に持ってくるね。お姉ちゃんはその間ちゃんと着替えてて。はいはい、ありがとう。着替えたら肩までちゃんとお布団に入って寝てること。いい？お姉ちゃん。アコ、なんかごめんな。なんで謝るの？変なお姉ちゃん。それじゃあ今持ってくるからちょっと待ってて。アコすぐ戻ってきてあげるから大丈夫だよ、心配しないでね。うん、それじゃあよろしく頼むよ。お水を用意してお薬でしょ。あとは、あ、スポーツドリンク買ってきたんだった。それと汗を拭くタオルも持っていかなきゃ。あ、急げ急げ。大丈夫だよ、心配しないでね。か、いつも私の後ろついてくるばっかりだと思っていたけど、アコもいつの間にか成長したんだな。ただいま。お姉ちゃん戻ってきたよ。ああ、ずいぶんいろいろ持ってきてくれたんだな。冷凍庫に凍ってるやつあったからこれも持ってきたんだ。はい、おでこに乗せるとひんやりして気持ちいいよ。あ、あと今なんか果物も持ってくるから。ああ、ありがとう。少し前まで面倒を見るのは私の役目だったのにな。アコ、ドラムの練習今日はそのくらいにしておいたらどうだ。ダメだよ、アコ絶対にユキナさんのバンドに入りたいんだもん。アコ、お姉ちゃん手首が痛い。ドラムを叩きすぎたんだな。ちょっと見せてごらん。うん、一応尻尾を張っておくけど、明日もまだ痛むようなら病院行きなよ。うん、分かった、アコ言う通りにする。はい、腕出して。よし、これでもう大丈夫だ。ありがとうお姉ちゃん。あ、あとね、アコ肩もちょっと痛いの。わかったよ、ほら向こう向いてみな、マッサージしてあげるから。どうした？アコそんなに慌てて。ユキナさんのバンドに入れることになったんだよ。お姉ちゃんが怪我の手当てしてくれたおかげだよ。おお、やったじゃんか、アコおめでとう。短い間に本当に成長したよアコ。これもロゼリアのみんなのおかげかもしれないな。